第14章完勝。慶長19年、家康はついに豊臣家を滅ぼす決意を固める。豊臣方もまた関ヶ原で浪人となった武士たちを集め、戦の用意を整えていた。正行の静かな死を看取った幸村は、父の残した思いを胸に大阪城へと舞い戻る。相対するは徳川の精鋭、その数は20万、豊臣方の約2倍にも上った。幸村は戦場にいかなる策を描こうというのか。チャチャ様、ご無沙汰しておりました。来たのですか、幸村。はい、お約束通り必ずチャチャ様をお守りいたします。約束など。は？軍議が始まります。急ぎなさい。
なんだあれ。もうちょっと喜んでくれると思ったんですけどね。あれじゃまるで初めて会った頃の。軍議に行ってまいる。まずは機内を制圧し、その上で正常する徳川の軍を迎え撃つべきと存ずる。バカな、わざわざ撃って出るというのか。さよう。関東と西国との連携を断ち、徳川軍を足止めいたします。さすれば西国の豊臣四子の諸大名も必ず。そのような危ういことができるか。大阪城は秀吉様の築かれたまさに金城鉄壁、難攻不落の名城であるぞ。無論それは承知しております。されど城の守りを過信されては。大阪城による限り徳川の軍など物の数ではない。何故自ら猶予を捨てねばならぬ。チャチャ様もさような暴挙は望まれぬ。そうでございますな、チャチャ様。任せます。チャチャ様。では軍議は籠城と決まった。方々よろしいな。チャチャ様、どうなさってしまったのだ。久しぶりでございます。よかった、あなたはこちらにいてくださったのですね。うわー、渋い。いい男になっちゃって。じゃなくて。遅い、遅すぎる。あんた今まで何やってたの。面目ありません。何バカ言ってんの。雪村様のお立場を考えなさいよ。ここに来るのがどんだけ大変だったか。それはわかるけどさ、チャチャ様のお気持ちを考えると。チャチャ様はやはり私の治産をお怒りか。怒ってるんじゃないっつーの。なんでわかんないかな、この陶片木。うん、わかってないのはあんたも一緒でしょ。なんで頭がそっちの方にしか働かないわけ。え、違うの。いいわ、もうこれからはしっかりやってよね。無論誠心誠意お使いいたします。ありがとうございます、カイ殿。何のお礼よ。そうして案じてくださるカイ殿がそばにいてくださり、チャチャ様も心強かったことでしょう。ダメよ、私なんて全然力不足。おや、熊姫が珍しくしようらしい。うっさい。関ヶ原の後本当見てらんなかったんだから、チャチャ様は。それ以来誰に対してもあんな感じだから。真田の。承知しています。今度こそチャチャ様を必ずお守りする。よし、よく言った。それじゃあこれまでのご無礼をお詫びします。真田幸村様、どうかよろしくお願いいたします。おお、おやめください、カイ殿。そのような。いえ、けじめですから。共にチャチャ様をお守りしましょう。はい。
分に。そうか。良い天気ですな。あ、雪村さん。これは。良い天気ですな。お役目ですか。どうした。まことか。雪村様。あ、雪村様。これは、まことか。雪村様。あ、雪村様。いいかと。